小淵沢オリーブ教会の皆様、ライブ礼拝の視聴者の皆様、こんにちは。月下まなみです。現在、北海道でソプラノ歌手としての活動をしています。私は学生の頃から賛美のミニストリーを始めて、様々な集会や教会でコンサートをしていきました。今年はなかなかコンサートもできなかったのですが、こうして画面を通してですが、皆様と一緒に賛美をすることができることをとても嬉しく思っています。今日は、ただ主を待ち望む者という曲を歌います。苦しみの中にいる方、試練のただ中にいる方、いらっしゃるかもしれません。どんな時も主が救い主であるということ、私たちを引き上げてくださる方であるということ、絶対に変わらない真理がここにあります。力強い神様の御言葉に立ち続けるものでありたいと強く願っています。私は普段、十勝聖書フォーラム誓うキリスト教会というところにいます。今回の収録のタイミングで、この曲の作曲者、サムエル・カンさんご家族が遊びに来てくださっていました。それなら一緒に賛美しようということで、本当に素敵な礼拝の時間を過ごすことができました。ぜひ皆さんも一緒に歌ってくださって、主に捧げる素晴らしい時間を過ごしていただけたらいいなと思っています。それでは、ただ主を待ち望む者、お聴きください。助け主だけを見上げよう。ただ主だけが我が岩、我が救い、我が隠れ家。目を上げて全てを作られた聖なる方を見よう。その力、その強さ、全能なる神を見よう。ただ主を待ち望む者、
新しい力を得、わしのように登りつつ歩いて、も弱ることはない。神は大いなる方、正義をもって治められる。主の名を叫ぶすべての、御手をもって救われる。ただ主を待ち望むものを、新しい力を得、わしのように登りつつ歩いて、も弱ることはない。ただ主を待ち望むもの、新しい力を得、わしのように登りつつ歩いて、も弱ることはない。歩いて、も弱ることはない。今日は一緒に賛美をしてくださってありがとうございます。コロナ禍の中、ますます暗く沈んでいく世界を見て、希望はここにあるんだよってどうやったら伝えられるかなとずっと考えていました。そして今月 CD のレコーディングをすることになりました。今クラウドファンディングのお願いをしています。私のホームページを見ていただくと詳細が出てきますので、皆様見ていただいて、ぜひお支えをお願いいたします。また、そちらのホームページから、メールの登録もできるようになっていて、レコーディングの進捗状況ですとか、私の思い、また、祈祷課題などが送られてきますので、ぜひ登録してくださって、祈りによってこのプロジェクトに参加していただけたら、とても嬉しいです。あとは、私のコンサートの情報なんかもホームページから見ることができるので、ぜひチェックしていただければと思います。さて、次のクリスチャンアーティストの方をご紹介します。エゾンミュージックの新田雅宏さんという方です。この方なんと三味線奏者なんです。三味線での賛美を聞くことはなかなかないかと思うんですけれども、心に染み渡る音色や、かっこよくて引き込まれてしまうような音色、いろんな音が出て、とてもカラフルな賛美の時間になるのではないかなと思います。ぜひ楽しみに待っていてください。それでは、今日は本当にありがとうございました。シャローン。